これはあのインカメラの方です。インカメラの方のシネマティックです。後ろがあのぼやけててね、いいでしょう。後ろ部屋汚いんでね、はい、散らかってたらこれでいいと思います。ただ向こうに焦点あった瞬間に嫌になりますけど、お菓子とか食べてますけどね。これが、うちインカメラやからこっちを見なあかんのかな、どこ見なあかんの、これこっちか。よくあの目線がこうなっちゃうんですよね。だから正面向いたとしてもやっぱ自分の目を見るのは大変ですから、カメラこっちだと思うんですけどね。ここでしょ。こういうふうに喋ったらいい感じになると思うんですけどね。もう慣れないですこれは。はい、だからインカメラじゃなくてアウトカメラでもう見えない状態で撮った方がいいと思いますよ皆さん。はい、これが、シネマでした。シネマティック。